皆さんおはようございます。こんにちは。こんばんは。Today's episode is Tokyo Revengers No. 13でございます。前回ではもうベストストーリー言ってんじゃないか。素敵な彼女とまた触れ合うことができたし、疲れてるし、なんで彼女を振ったのかちょっとわかんないんだけど、とりあえずいろいろです。っていうところで、実は彼女が目の前に殺されちゃったり、あっくんがまた死んだり、一体ねどうなってるんだろうかっていうのはまだわからないままでいらっしゃる。ではではでは、今回はどういうことなんだろうか見ていきたいなと思っております。 Let's go。 この日産の軽自動車乗ってるんですよね。 N-BOX とかこれ前回見たんやけどな。へーって。なんでそんな話聞き言ってきてんのかとか。タケミチ。ごめんごめんごめんベイベー、今トイレに走ってたらこんなヤバいやつトーマンがいた。やんばれ。でも痛いよダリーっていうやつ。そしたらあっくんがなぜかハンディで軽トラを倒してる。なんで乗ってねえんだよって。ね。これほんとエグすぎる。これやばい。で彼女一生懸命頑張って彼を押す。目の前に全員殺されていく。泣けび叫びたくなるよね。泣けび？今すぐ直人くんがいるって。どうですか？ああ、葬式の日まで。ね。日本だったら割とすぐに葬式に行っちゃうんだよね。でもそういうもんだよね。早く行かないと。顔見れへんし。ああ、なんか、ごめん。ちょっと勘違いしたわ。わかる？なんか誰かとすれ違ってナイフで刺すみたいな、そういうシーンあるよね映画って。お母さんなんだろうか今の髪の毛の髪の毛今の女の人。はあ、強い決意。さて直人くん、握手。長いぞって。大丈夫ですか？お気持ちはわかりますが、後の方が使えていらっしゃいますので、そろそろ。フルムシかよ。いかがされました？よろしければあちらで。あの
立ち往生。もう少しじ、もう一回やるんだよ。 We're going back to the past。 その前には花垣武道くん、日向の母です。話聞いてるでしょ。ネックレス？自分に開いてみて。ネックレス戻してんの？それはちょっと。これお気に入りだったみたい。いつも大事そうに身につけてたのよ、あの子。あなたがプレゼントしたものなんでしょう。焼かれて結構えぐい状態になってるけど。ちょっとお母さん、お母さんも大変だよな。おお、このアニメ結構なんかガットパンチほんまに入れるよね。ガットパンチ入れるわ。雨に。おう。バラトゥーバラピーパラプーバラティーパートゥーパーティーパーティーパーパーバーラーララ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 ラトゥトゥトゥバッ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 ポパポパポパティーボラピー貸して。パンパラパティパンパドパドピー。ポポ、そうだった。こいつさ、俺はトーマンのトップになるんやでとか言ったよね。トーマンのトップになるって話が始まろうとしてるみたいですよ。あとはさ、あの時にあれを止めれたのに、まだなんで意図的に彼を殺そうとしてんの？なんで意図的に彼女を殺そうとしてんの？なんで家族がいるのにこんなこと。家族は現在行方不明です。そういうこと？パクられた？なんでお前乗ってねえのって。そういえば、なんであそこにハンマがいたんだ。ハンマね、メビアス。僕らは何も変えられなかった。少し変えれた。何をやっても無駄。まだまだやれるよ。てか全てやってんのは竹道だからさ。それは違うぞ、ナオト。ドラケン君を救っても何も変わらなかったのに、それが原因で当番が手分けしたわけじゃないってことだ。ヒナが目の前で死んだ時、俺は一つ分かった。なんだい？元を正さなきゃダメだってことだ。ハンマーをやっつけろ。いや、トーマンを潰す。そのために俺が過去のトーマンのトップに
まあそんな簡単な話じゃないと思う。言い出すかと思えば本気だぞ。そんな無茶な話。無茶でいい。ヒナを救えるならどんな無茶でもする。まあそういう話やからな。これはドラケン助けたこともやばかったし。でもありがとう。諦めんなって。落ち込んでるのがバカらしくなりました。アホすぎて。ねえねえ、なんでいつも一言多いの。こいつうざいキャラやからな。他の隙を作るとか。トーマンが悪くなるわけねえだろ。ドラケン死んでんのかな。竜宮寺の今調べる価値はありそうですね。ねえ、土砂降りの夜に。どう、お仕事やっとんな、やっとんな。ショーン・オブ・ザ・デッドですか？なんか見られてんな、うざい店長に。まあ何日間。うわー、もう洗いましょうや、お家を。あんたそこまでやる気にならないの？生きてるなら変身ぐらいやってよって。別に何でもいいから連絡してって。いやもう家をさ、ちょっと掃除しようぜ。ゴミ箱買おう金あるでしょ。ゴミ袋も。面会。ほう。またあんた臭いやろ。あの家住んだら。ここに入ってんの？ドラケン。へーへー。へー、じゃあどうなったのかって調べないといけなかったわ。こいつはなんで捕まえられたんだろう。竜宮事件は今死刑囚なんです。死刑囚？なんでそうなんの？久しぶりだな、タケミッチ。ええ。今のところね。ドラケン君。今でもくんって言うの？ドラケン君、元気にしてた。まあな。日本だったらさ、いつ殺されるかって分かんないらしいねんな、死刑囚。こいつのおかげで面会できたんです。なんでドラケン君が殺人なんか。トーマンはどうなっちまったんですか。ダケミッチ、俺は自分のしたことを後悔してね。何をしたの。ここにいるのも当然の報い。はあ、いいけど。トーマンがこんなことになっちまったのも俺のせいだ。別にそうではないと思うけど。あいつを止められなかったから。誰だろう。先のことだろうか。ガキの頃は良かったな。ただチームでかくするって突っ走ってよ。喧嘩喧嘩で毎日が祭りみてえ。トーマンは俺の全てだった。もう一回人生やり直しても俺は同じ生き方を選ぶ。後悔はねえ。やっぱりドラケン君はドラケン君だ。変わってないね。じゃあトーマンが変わったってわけなんです。
つだけやんなきゃいけないことがある。キサキ？キサキを殺す。やっぱりキサキだな。キサキってた。キサキってあの。もう時間切れってこと？どうなってんの？そうだよ。キサキにとって人を殺すのは虫を殺すぐらいのことだ。待ってください。なんで俺が命を狙われるんですか？ねえ、気になる。キサキはマイキーに心酔してる。でもそれがいつの間にかゾウに変わっていた。はあ。キサキはだからマイキーの友達を全員やっつける。へえ、だからこいつを狙ってる。逆にマイキがタキミチのこと好きやから。それでドラケン君は誰を殺したんやろ。割とやばい。めっちゃ人殺してる。キサキか。はめられたのか？ドラケン君、ご苦労様。キサキ。使われたんだろうな。はあ、ドラケン君もきっと死ぬんだろうな。まあ、死刑囚やし。日本だったらいつ殺されるかと分かんないらしいねんな、死刑囚。アメリカだったら日付っても決まったりすんねんか。キサキテッタは現東京卍会の最重要人物の一人にして総長代理。おそらく彼が姉を殺し続けている張本人。で、なんでその姉を殺したいんだろうか。総力を挙げて捜索していますが、尻尾さえつかめていません。過去でもまだ一度も会えてない。一回会ってる。倒そうにも手がかりゼロか。すまん、それ違ったか。ナオト、やっぱりもう道は一つしかない。We've got to go back to the past。本気だよ。本気以外の何だってんだよ。俺が東卍のトップになればキサキも止められるし、ドラケンもマイキーもヒナもみんな守れるじゃん。守れんのかな。今までのやり方じゃダメなんだよ。根っこを叩く。考えてみたんだ。まずは隊長になる。どうやって隊長なんだろう。抜けた今、3番隊の隊長枠が空いてるんだ。そこを狙う。でもかなり腕力ないとあかんやろ。ナオトに格闘技とか教えてもらえ。わかりました。タケミチ君はなんだかんだでこれまでミッションを成功させてきましたし、信じます。その警察のさ、格闘技を習ってくださいよ。長旅になりそうですね。ああ、その時間なきに戻っちゃうね。なぜ俺はヒナを振ったことになっているのか、それを理解できひん。それも分からへん。なぜドラケン君は死刑囚に。それはちょっと分かる。キサキは何者で、なぜマイキー君を憎むようになったのか。それはまだ分からへん。パズルみたいに散らばった謎を全部つなげてぶっ壊してみせる。全部つなげてからぶっ壊す。え、また裸？真っ白。ああ、てか髪の毛切ってんじゃん、あんた。マイキーと一緒か。マイキー君、そんな驚く？おい、うっせえよ。ガキじゃねえんだからよ。銭湯ではしゃぐんじゃねえよ。ドラケン君、
中3にもなってシャンプーハットしてるやつに言われたくねえし。受けるだろう。シューハットってなんだよ。シャンプー目に入るの怖いとか。なんだこの状況。マイキー君とドラケン君と仲良くセット。まあまあまあ、お前恩人になったからな。ああ生き返るわ。ドラケン君、怪我はもう大丈夫なんすか。あ、こんなの絵でもねえ。ほんまかいな。鍛えてるからな。おお。そうっすか。ほら、見ろよ。何よ。中学生の体じゃないっすね、傷も。だろ。ちょっと攻められちゃうぞ。危な。なんで殴んだよ。Oh my god。騒がしいな、おい。おう、バッチシ、100点。ほんまな、騒がしい連中とお友達になったわ、あんた。これならもしかしたら大衆になれるかもしんねんな。あの頃は良かったな。楽しかったな。ずっとこんな毎日が続くといいっすね。たりめえだよって。楽しいやと言うてるわ。いや、髪の毛は切ってなかったか。行くぞ、タケミッチ。え、どこに？こいつほんま記憶喪失やな。いよいよだな。タケミッチ、行くぞ。これでもう、東満に入った。早いやん。っていうか、それ滝道で決まったってわけ？っていうか、ED 変わってんじゃんけ。パーパーパーペパパパパー、んー、ファイターみたいな。こんななんか格闘家になっちゃうの？え？滝道いた。何が起こってんの？なんか ED1 の方があれじゃん？めちゃくちゃなんか悲しい？お、来た。女の子たち。なんか女の子たちメインっていうか、ヒナメインやったけど、結構東満メインになってきたよね、 ED が。え、これアニメ？アニメだね。綺麗やな。アニメか実写なのかちょっと分かんなかったわ。左側にいる金髪くんは誰なんだろうな。あくんたちはどこにいるんだろうな。うん、2クール目が始まります。かなりストーリー気になりますね、これは。皆さんご視聴ありがとうございました。続きがまた来る。ということで、次はもしかしたら OP2 が来るかもしれないね。でも OP1 も結構気に入ってる。ではでは、Until next time, goodbye! おおきに。